皆さんこんにちは、ヒイラギです。実は今日は皆さんにちょっとどうしてもお伝えしなければいけないことがありまして、ちょっと大事なお知らせなんですけど、まあ今まで僕はこのチャンネルで既存のアーティストが踊る曲の振り付け動画っていうのをやってきたんですけど、この度その振り付け動画をですね、まあそれ全然関係ないんですけど、チャンネル名変えました。うん。気づいた人いると思います。この、ちょうどこの画面の、この下ぐらいにあるでしょ。この丸いアイコンに。で、そこにチャンネル名があると思うんですけど、僕今までそこを普通に名前にしてたんですよね、適当に。で、あれは、ヒイラギノクトって読むんですよ。なんだけれども、あまりにもね、あまりにもちょっとヒイラギノさんと、ヒイラギに野原ののまでが、あ、ここまでが名字なんだなっていうことで、ヒイラギノさん。あるいはヒイラギの悠仁って呼ばれることが多くて、いやいや、ちょっと待ってください、僕は別にその皇室の人間と結婚する王子ではないしという感じでですね、あまりにもまあ名前の間違いが多発してたんで、もうどうせなら、ね、どうせ最初に適当に付いた名前だったんで、これを機になんかこう YouTube チャンネルっぽく YouTube チャンネルっぽくしようかなと思って、今これヒイラギストリームっていうね名前になってます。なんだけどね、なんか英語とカタカナごっちゃになってるでしょ。これは僕がね、設定をちょっと間違えたというか、なんかいろいろ試してたんですよ。そもそもこの名前も正式なに決定したものじゃなくて、なんかこうやって変えてってやってたら、 Google がおい、お前ちょっと名前変えすぎやと、数ヶ月これ名前変更するの禁止ねって怒っちゃったっていうわけで、しばらくっていうか、まあ多分もう今後はこの名前でいくと思います。なんでチャンネル名が変わったけど、まあ気にしないでねって、内容は別に変わんないよっていう、そういうお知らせでした。いやー、重要ですね。相当重要なお知らせだったんじゃないでしょうか。やっぱ緊張しました、今この UFO もね。まあせっかくなんで、いろいろ今後の予定みたいなのを喋っていくと、まずね、ちょっと YouTube 以外でのもしかしたら露出みたいなのがあるかもしれない。これはちょっとまだ正式に決まってないんですけれども、このちょっとどっかにお呼ばれしたり、こうどっか別の人の動画に出たりとか、もしかしたらちょっとそういう予定がこれからあるかもしれないっていう。あと、まあ、今後の予定ですね。動画、どういうの上げていくかっていうのは、まあ、普通に振り付け、ステップ系と質問にも答えたりするし、ね、で、今のところ決まってる振り付けはですね、えぐいやつ、可愛いと見せかけてえぐいやつ、で、その2つに比べたらすごい天国みたいなやつっていう、今はこの3つを一応動画にする予定です。なんですけれども、ちょっと最近ちょっと、場所が、借りれなくてですね、いろいろ時間の都合とかあって結構時間がかかると思うんですが、その辺はご了承くださいっていう感じですね。はい、ということで、今回はそういう重要なねお知らせをさせていただきました。いやー、それと、まあ、これちょっと最後ついでに言うことじゃないかもしれないんだけど、もしかしたらちょっと練習会みたいなのをねやるかもしれないですね。リアル現場でオフ会みたいな、オフ会0人を達成しようかなと思って、僕もそろそろなんで、まあ、ちょっと場所借りて練習会か、まあイベントとまではいかんな、多分まあ普通に踊りたい人あちまれみたいな、そういうことをするかもしれないっていう重要なお知らせという割にはね、チャンネル名が変わったよっていう以外はちょっとあんまぼやけた、お話をさせていただきましたという感じで、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は、まあ、無理のない程度に。